豊かな自然を生かして様々な農産物を育てる飛騨高山。そんな食材の魅力を知り尽くした農家さんがレシピを紹介。とっておき農家ごはん。皆さんこんにちは。始まりました、とっておき農家ごはん。このコーナーは、美味しい野菜の食べ方は農家が一番よく知っているということで、農家の方を先生にとっておきの農家ご飯を紹介していきます。今回教えてくれるのは農家の中谷幸恵さんとアシスタントの浜島菜乃香さん。それでは今回の食材は何ですか？今回はこちら飛騨山っ子椎茸になります。この椎茸を使ってどのような調理をしてくださるんですか？今回はこの山っ子を使ったおつまめ椎茸3種、肉味噌、ツナマヨ、ピザを作りたいと思います。おいしそう。紹介するのは椎茸をピザ生地に見立てたさっと作れるアレンジレシピ。肉厚な山っ子ととろけるチーズが絡み合い、おつまみにぴったりな農家ご飯です。それではクッキングスタート。まず何からしますか？まず椎茸の傘をクッキングペーパーで拭いて、あと軸を取っていきます。これ拭くんですね。はい、水で洗わない方が栄養素が逃げないので、その方がいいと思います。どれぐらいの強さで拭くんですか？軽く拭いてもらえればいいと思います。はい、はい、これから気をつけます。はい、はい、あと軸はねじって取ります。包丁使わないんですか？はい、なるべく洗い物が少ないように。わあ、ありがたいです。こんな感じでいつも包丁を使って切ってたので、はい、これから参考にします。はい、ねじるんですね。はい、ねじってこんな感じでちょっとそれ、あれはい、いいです、いいです。大丈夫ですか？うん、はい。でも本当に肉厚ですね。はい、肉厚で美味しいです。すごい。私愛知出身なんですけど、はい、こんな肉厚な椎茸見たことないです。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、では肉味噌から作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ひき肉とかけて味噌を混ぜて作っていきたいと思います。はい、はい、かけて味噌が一番よく合うんですか？他の、そうですね、あの味噌汁に使う味噌とかもあると思うんですけど。そうですね、かけて味噌はあの砂糖とか混じってるので、うん、甘くて美味しいと思います。この方が、はい、時短になるってことですね。そうですね、味付けもいらない。はい、そうです、助かります、うん、なんて言ったって時短です。はい、時短クッキングで、ね、時短では椎茸の上に肉味噌を詰めていきたいと思います。はい、結構山盛りにした方が美味しいと思います。美味しそう。なんかハンバーグみたいな感じですねそうですね。はい、でピザ用チーズを乗せていきたいと思います。お、てんこ盛りですけど乗りますか？はい、頑張りますチーズたっぷりのが美味しいですね。そうですね、うん、次は何を作っていきますか？はい、今度はツナマヨを作りたいと思います。あ、ツナマヨと椎茸合うんですか？意外と合うんです、はい、初めての組み合わせです。はい、楽しみにしててください、はいはい、おつまみってことは、はい、お酒と一緒にあのよく食べられるんですか？そうですね、うちの旦那さんはよく焼酎と一緒に、はい、飲みながら食べてます。でもチーズだとワインとかでも美味しそうですね。そうですね、何でもいいと思いますよ。日本酒でもいいし、ビールでもいいし、はい、ビールでもいいし、はい、美味しそう、はい、手軽に作れるのがいいですね。そうですね、簡単なんでまた作ってみてください。はい、最後の椎茸はピザソースとチーズを乗っけて完成。あとは200度のトースターで10分焼くだけ。
とは待つだけで完成ですか。はい、そうですね。一瞬でできちゃいましたね、はいはい、とても簡単です。ここで今回の食材ひだやまっこ、一体どんな椎茸なのかご紹介。豪雪地帯の飛騨地域で冬の主力農産物として人気の飛騨山っこ。そのお味は椎茸の品評会で3年連続で日本一を獲得。肉厚でジューシーなのが特徴です。しかしなぜ飛騨山っこが日本一になれたのか、その理由を組合長に聞いてみると、冬が厳しい、冬の寒さが厳しいからじゃないですかね。この寒い中で、じっくりと成長させてあげることで、この傘にボリュームが出てくるので、ゆっくりとこう、まあ、手間暇かけて育ててあげるということですね。主に飛騨の椎茸栽培はハウスで温度や湿度を管理して育てる菌床栽培がメイン。飛騨の寒さを利用して昼夜の寒暖差を作ることで傘が大きく肉厚な椎茸になるんだとか。寒くなるにつれて、夜の低温でそれが刺激になって生えていきます。温度管理と水分の調節、それがこの椎茸栽培のポイントだと思います。まあ、あと真心込めて作ってるところですかね。ここで突然ですが椎茸クイズ。 A と B の2つの椎茸、より美味しい椎茸はどちらだと思いますか。正解は A の椎茸。見極めるポイントは飛騨。椎茸は最適な収穫時期が1日ずれるだけでどんどん成長して美味しさが逃げてしまうんだとか。なので飛騨がふんわり丸く開いていないものの方が美味しいんです。ということで日本一の椎茸飛騨山っこ、ぜひ一度ご賞味あれ。焼き上がりましたね、はい、どうでしょう。オープン、オープン、うん、美味しそう。めっちゃ美味しそう。はい、これでおつまみ椎茸完成です。イエーイ、美味しそう。はい、ということで包丁もフライパンも使わない簡単椎茸ピザ、七味やパセリを振っておつまみにぴったりな椎茸を味わってみてください。レシピはヒットネット TV YouTube チャンネルで公開中です。ぜひご参考に。そして JA 飛騨からプレゼントのお知らせです。今回の食材飛騨山っこを3名様にプレゼント。お名前、住所、農家ご飯プレゼント希望と明記してメールまたはファックスでお送りください。締め切りは2月28日まで。たくさんのご応募お待ちしています。